薬師如来、薬師如来、薬師如来、如来バイシ者ジアグル、あるいは薬師ルリコ如来は、大乗仏教における如来の一尊。大移王、移を前世とも称する。三魔屋型は薬庫、または岩薬の入った鉢。主寺は、尊名のイニシャルの媒。薬師如来が説かれている、代表的な経典は、永紀元年、六百五十年の現状役。 薬師瑠理工如来本願区独業、薬師業と、慶流元年、707年の儀上役、薬師ルリ理工七仏本願区独業、七仏薬師業あるが、その他に、県武永少年間、317から322年の、キレシカバネナシミツタラ役、大明元年、457年の絵カン役、大業11年、615年のダルマキュータ役が、知られている。 薬師本願苦独業では、薬師如来は、東方上瑠璃世界、瑠璃上場とも称されるの教師で、菩薩の時に十二の対岸を発し、この余門における衆上の疾病を治癒して、寿命を、述べ、災禍を消去し、異色などを満足せしめ、かつ仏業を行じては、無上菩提の妙果を明かしらしめんと誓い仏となったと、説かれる。瑠璃光をもって、衆上の病苦を救うとされている。 無名の病を治す法薬を与える医薬の仏として、如来には珍しく現世利益信仰を集める。密教教典としては、薬師る事項如来詳細女難年授儀薬師七フッ供養儀器にお等がある。薬師業に説かれていることから、新言宗、倒密では、研究系の如来とされ、本来あまり重視されない。ただし、密において、 大蔵大日如来と同体と解かれている。雑密系の別村曼羅では、中村となることも多いが、純密の了解曼羅には見られない。一方で、伝統的に皇室と結びつきが強かった、天台宗、大密では、薬師如来が、東方浄瑠璃世界の教師であることから、東の国の帝たる天皇と結びつけられもした。朝幕将、大密で、釈迦如来。 大日如来と一体とされているが、県境での妙法蓮華行に説かれる、工藤実情の釈迦如来イコール密教の、大日如来との解釈と、釈迦如来の主上救済の姿という二つの見方による、東方の如来ということから、ごち如来の圧縮如来とも同一視される、チベット仏教、倉密でもよく信仰されており、しばしば、チベット像により、日本でも感情が取り行われる、 義上役、薬師竜理工七仏本願区独行、七仏薬師業やダルマキュータ役、薬師如来本願教では、薬師如来を主体とした七村の仏の本願と、仏国土が説かれる。天台密教では、縁人から始まったとされる七仏薬師法が即載、安山をもたらすとして重要視され、八から九世紀には、藤原石管家で同法による安山祈願が行われた。 江戸時代に、初代将軍、徳川家康が神格化されて、神君と呼ばれるようになった。当時徳川将軍家のブレーンであった天界、大僧城などの働きもあり、朝廷より、徳川家康に、東昇大権現の信号が下され、天台宗系の三の和美神道によって、日光東照宮に採取された。この東照権現信仰では、薬師如来を本事とした。また、 徳川家康は、聖母、お題の方が、宝来寺、愛知県新首領市の本尊の薬師如来に祈願して、誕生したと言われ、家康は、薬師如来が人間界に現れたものとも言われる。薬師如来の真言は、以下の通り、おんころころ仙台里まとうぎそわか、おん生せい生いえびせいぜいびせいじゃさんぼりにゃわか、のうもまにゃばていばじゃクロベールリアハラバラジャヤ、 タタギャタやアラカテイ三脈三ボダやタニヤタ、オンバイセイゼイバイセイゼイバイセイヤサンボリギャテイソアカ。造用は、立造、座造ともにあり、陰葬は右手を、背もいじるし、左手を余願印とし、左手に薬効を持つのが通例である。ただし、日本での造造例を見ると、なら、薬師寺金銅像、なら、東正大寺金銅像のように、古代の像では薬壺を持たないものも多い。 これは、服薬薬師如来年樹儀期の伝来以降に薬壺を持つ像が作られるようになったと考えられている。単独像として祀られる場合と、日光菩薩、月光菩薩を脇地とした薬師三尊像として安置れる場合がある。また、剣族として十二神小像を共に安置することが多い。薬師如来の後輩には、七体、または六体、もしくは七体の 同じ大きさの造用がある。これは七福祉薬師といって、薬師如来とその化身物とされる。薬師如来の縁日は毎月8日である。これは薬師如来の徳を降参する薬師公に由来すると考えられている。国分寺のほとんどは現在は薬師如来を本尊としている。元世利益的信仰が有力な日本においては、 薬師如来は病気平与などを祈願しての造造例が多い。極楽王城を約束する仏である阿弥陀如来と共に、日本においては最も信仰されてきた如来でる。なら、法隆寺近道の薬師如来座像は後輩に、水古天皇十五年、六百七年の名があるが、名文中の用語や像自体の鋳造技法等から、実際の制作は七世紀後半と言われている。また、 現世利益を司る数少ない如来であることから、延暦寺、新護寺、当寺、関永寺のような典型的な国家御寺の祈りを担う密教寺院においても、薬師如来を本尊とするところが多い。日本における造造例は多数ううあり、網羅不可能であるため、ここでは国宝指定像を挙げるにとどめる。浄瑠璃とは、東方にある浄瑠璃浄土にちなむ仏教用語。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。